こんにちは、チャメです。ダメージ床っていうのをやっていきます。チュートリアル。最初はね、いつも通りです。前回までの動画を見てください、この辺は。まあ、こうやって読み込む感じでやっていきます。プロジェクト読み込み完了。今回はダンジョンのダメージ床を作り、それを防ぐスキルも使用します。作成ね。まずはダメージ床について説明を行います。データベースを開いてください。タイルセットをクリック。 4番ダンジョンダメージ床をクリックでダメージ床をクリックしましたすると三角三角マークーついているのがダメージ床ですクリックで変更できますが今回は変更しませんこんな感じに2つついてるねダメージ床タイルの上を戦闘アクターが歩くと全員の HP が10減ります OK、をククリックしてマップに戻ります実際にダンジョンに配置してみましょう、まあ、これもですねこれとかこれとかマップ編集モードに切り替えますマップツリーの岩の動物をクリックタイルパレットからダメージウカーをクリックまあダメージウカーはこれとかだったよね任意の場所にダメージウカーを設置してください 完了したら次に進みます2位の場所、まあ、好きな場所ってことかどこが分かりやすいだろうこの左のところ空いてるからさここに2つぐらいつけとく3つぐらいつけとくか <laughs> なんか変な感じだけどね分かりやすいようになんかいろんな種類こっちもつけとくっていうのもいいかもしれないねはい再びイベントモード次はダメージ受の効果を受けずに済むスキルがあれば親切なの,のでそれを作成しますトラマナみたいな感じかな だから今つけたのはこれ通れるやつであの三角のやつですねダメージ受かってったこの三角が2つついてるやつを配置した感じですねやり方はまずダメージ受か無効ステートを作り唱えるやり方です、まあ、このステートっていう感じのところをタップしてそこでまずはステートを作成しますステートをダブルあタブをクリックもしてるからねで最大数の変化で1個増やす新しい呪文を作っていくからね 空欄をクリックして選択床向こうアイコンを設定します画像部分をダブルクリックこれで分かりやすい感じ適切なアイコンをクリックしてここではブロンズの星マークこのブロンズの星マークですね、まああのこっちだったらこっちでもいいからね好きなようにやる感じですね特徴一番上をダブルクリック 能力値特殊能力値だ床ダメージ率これ0%にすればいいのかなここにいろいろあるよね床ダメージ率100%を0に変えてくださいもう一切ね食らわないってことですね0%解除条件の歩数で解除をクリック 何歩歩いたら効果は切れるってことですね。だから100歩まではこの能力が使えますみたいな感じ。メッセージにこの状態が解除された時の床ダメージ無効効果は切れたと入力。あ、この状態が解除を切れた時か。<laughs> なるほど。あ、教えてくれるってことが100歩歩いたね。あ、の、のって書かないといけないね。この、あの床無効のって感じでね。床ダメージ 効果が切れた向こうも入れないといけないかはい親切ですよねこんな感じに入れとったらねこれでステートの設定は完了です次は「尽きる」「誰か覚えさせないといけない」「最大数の変化」これ12にする OK 今回は抜きに助けれないため12からで「キャンセルフローダメージ」っていう 技ダメージなんて言うんだろう、そういう呪文になるみたいですね。キャンセル。フローダメージ。100歩の間。あ、これも親切ですよね。書いてあげたら。歩数の間。床、ダメージを受けなくなる。で、これで進んでいく。 アイコンをダブルクリック。これも一緒にしておいた方がわかりやすいよね。範囲、味方全体。いろいろ決めれるからね。単体だったらいけないよね。味方全体にしとかないと。使用可能時、メニュー画面。消費 MP を5。メッセージは、〜何々を唱えた。使用効果の一番上の空欄をダブルクリック。ステートをクリック。ステート付与。 ステートの中から11これ先ほど作ったやつですね。ダメージ床か無効を選択。これは100パーにしとかないとダメなんですよね。失敗するって可能性10とかだったら、なんて言うんだろう、ザオラルとかですねあの、復活するか復活しないか分かんない場合とかは、この50%とか変えたりとかね。100%使えるって感じだから100にしましたね。職業、僧侶。僧侶に。 習得するスキルル行目あレベル1とかかでい,いかここにね、あの、順位作るね。こんな感じ。で、OK。もう最初から覚えてるみたいな感じ。これで、ルキウスが床ダメージ魔法を覚えました。ルキウスってキャラなんですよね、僧侶がね。ここでもう一つ解説。システムタブをクリック。床ダメージで戦闘不能。あ、床ダメージで戦闘不能というオプションにチェックがついての場合、 ダメージ床で HP が1より少なくなりません。今回はチェックしない方針です。なるほど。HP が1より少なくならないみたいですね。これはいいね、ある意味。以上でデータベースの設定は完了です。OK をクリックして確定。プロジェクトを保存。で、テストプレイを開始。こんな感じに床ダメージも作っていきます。 まず何が分かりやすいだろうねちょっとやってみるか。まずは普通に歩こう。これ例えば今450。1回くらった。10になったね。でこれ主人公のとこにやってるからこの仲間が通っても410440のまま。でこうやってトップの人が踏むとこうやってなっていくって感じ。400。で あの、スキルですね。ルキウスっていうのが覚えてるから、このキャンセルフローダメージ。全員。この星マーク。これがついてるときは大丈夫。で、こうやってほらほら。受けなくなりました。で、ちょっと100歩歩きます。<laughs> ちょっと時間かかっちゃう。<laughs> この辺どうしようか。カットするか。ダッシュしてたら早いでしょう。ハルドの床ダメージ無効効果切れた。ちょっとね、カットしてるけど、100歩歩きました。するとほら。 アイコンもなくなって、また食らうようになりました。こんな感じですね。お疲れ様でした。これでステップ14は終了です。チュートリアル終了。楽しいね、これ。はい、チュートリアル。次は、回復とセーブっていうのをやっていこうと思います。チュートリアル開始。これはね、またいつも通りですね。読み込まないといけない。はい。 それではチュートリアルを始めます。このステップではダンジョン内に回復とセーブを行うポイントを作成しますマップツリーの岩の動物をクリック、まあ、今セーブができない設定になってるのかなダンジョンはボスの直前に回復やセーブが可能な場所があるのが最近の RPG の定番です今回もその方式を採用しますそっちの方が親切だもんな画面右上の ところへ配置を想定していますまずはマップを右上いっぱいにスクロールしてください。この下のこの棒みたいなところでやったら結構分かりやすいねこの一番右上ね、ボスは後のステップで34、7に配置する予定です。ここ、ここにあるからね、1個ずつすな、ほら35の7とか感じに、ここに配置する予定みたいですね。今回はその近くの床の下、30、11に回復ポイントを設置します。これも探せばいい。ここか。 30、11。で、ここに、セーブポイントと回復ポイントを見つける。ここに、わかりやすいよね。復、ポイント。入力しましょう。まあ、これなんかいいよね。リストから、ドアに。あ、これ、まさしく回復するって感じですね。こっちの方がいいと思うんだけどね。あと、こっちの方とか結構切れた。まあ、今回はこれにするか、ちゃんとチュートリアル通りに。で、向き固定。 動いちゃうからねプライオリティ通常キャラの下これだと乗れないからね普通にあの重なっちゃうからでトリガーを接触した時プレイヤーから接触イベントから接触することはないからね、まあ、イベンまあどっちでもいいけどプレイヤーから乗ったら回復みたいな感じねで一番上2ページ目隊列メンバーの集合あみんな回復させるからってことかな 次の行。SE の演奏。リストの中から、R1、H か。下の方ですね。ちょっと待ってね。c h i j k l m l 上か。これか。OK。で、次の行をダブルクリック。画面フラッシュ。これ乗った時の効果音とかですよね。時間が60フレーム。完了までのウィイトをチェックしてから OK。 これはこれにしてみるか。最初のやつね。さて、次はメンバーの回復を行います。これだとただ音が鳴って光が出るだけだからね。ここで回復のやつを作っていかないといけない。注意、全回復は今回使用しません。これが全ステートを解除するため、ダメージ、床向こうなどの良い,いステートだめで解除されます。あ、なるほど。これ使ったら、あの、 トラマナみたいなやつも全部解除されるってことか毒とかも全て消えるってことか回避ステートの変更でこっちの方がいいよね普通にチュートリアルだったらねまず戦闘船を解除しますステートの変更アクターがパーティー全体生徒が戦闘不能になっているのを確認そして解除をクリックまず最初に戦闘不能これ選ぶやつが解除される これで全員の戦闘不能解除されます。このチュートリアルではそれ以外の悪い生徒は扱わないため、これでだけで十分です。で、次の行。今度は回復とかに感じかな。HP の増減にするのか。あ、アクターがパーティー全体操作が増やすになっているのを確認し、定数。まあ、9999。MAX 999ってことか。パーティー全体増やす HP を。 逆にこれね、罠とか作りたい場合は、あの、パーティー全体の HP を、あの、9999減らす、もう一発即死トラップも作れるってことだな。次の行。MP の増減。MP も回復するからね。<laughs> これ MP 吸い取るトラップとかだったら、これ、この逆に減らすとかにすればいいからね。続いて、セーブを尋ねるようにします。次の行をタップ。文章の表示。セーブしますか。 これ聞いてくるってことですね。で、次の行をダブルクリック。これ選択肢の表示。はいかいいえ。はいの時だけセーブ処理を行い、いいの時は何もしたい。いいえになったらもうこれは終わりってことですね。だからはいにして、3ページ目。セーブ画面を開く。 ここでセーブについて少し解説です。通常はメニューからセーブができますが、イベントコマンド、セーブ禁止の変更を行うとメニューでセーブができなくなります。だからダンジョン内はセーブ禁止とか、そういう場合はこういうのを配置してあげるといいってことですね。このチュートリアルでは、セーブは禁止しません。よってセーブしますかという質問は必須ではありませんが、このようにプレイヤーに大事な局面の前でセーブを促すことは親切になります。 これで回復ポイントの作成は完了です。OK。だから今回のは毒とかは消えないってことですね。戦闘不能と HP と MP が回復するみたいな感じ。プロジェクト保存。で、テストを開始してください。さあやってみよう。わ、まあ、かりやすいように、あの、ダメージか踏んでいくか。 今ね、マックスだからこれ、回復。だから多少こうやってクラっとって、あのー、ちゃんとスキルもちょっと使っとこう。ヒール、5。なんかこんな感じでいってみよう。AMP も減ってる。HP も減ってる。これがね、全回復するからね。本当はね、戦闘不能のやつも一人ね、作っときたいんだけど、ちょっと時間かかっちゃうからね。<laughs> こっちの方か <laughs>。ちょっと、右上の方だったよな。ここですね。乗ればいいからね。乗るよ。こんな感じ。 セーブしますかいいえってやったらそのまま終わる。ほら。HP も NP も全回復してる。はい。で、こうやってセーブ画面が出るって感じでここ。ここ禁止になってないから、こうやってセーブできるんだけどね。ここ乗らなくてもね。動物禁止になってないチュートリアルはね。まあ、ゲーム終了ですね。やめる。まあ、×で閉じよう。お疲れ様でした。ステップ15はこれで終了です。このチュートリアルでは最小限の要素の構成なので、 改良ののの余地ははたくくさささんんあります。皆さんの制作の際は改良をててみてください、まあ。こんな感じにチュートリアルだからね。本当に基本的なことをやってる感じですね。まあ、まだまだね、チュートリアルっていうのはあります。まあ、今回はこれで終わろうかな。次回はこのシンボルエンカウントと敵キャラの設定などをやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はちょめでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。